様々な面において人の話を聞くことを優先するのが現在の岸田政権だよね。正直、この政権は弱腰とも思われる部分があるよね。ああ、だが今回の決定である防衛費を2023年度は6兆円規模で拡大することや、敵基地攻撃能力の保有を具体的に検討など、国防に対して積極的な姿勢を見せ始めたことで、岸田政権に対する考え方は変わってきているんじゃないか？ロシアのウクライナ侵攻をはじめとして、いわゆる強権的な軍事国家が何をするかわからなくなったのが現状だもんね。日本も防衛力強化が急務となっていることは事実だし、日本においても敵基地攻撃能力の保有について積極的に議論すべき時代になってきたと思うよね。さて今回は、日本の防衛費増額から見た国防意識について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ことの発端は2022年4月4日に、岸信夫防衛相が共同通信社のインタビューに対して、2023年度防衛予算には抜本的な防衛力を強化するために必要な予算を確保すると表明して、2022度予算を大幅に上回る予算編成を行うことを示唆したことから始まるよ。この時、岸大臣は防衛費について日本の周辺においても安全保障環境が年々厳しさを増しており、国防力の強化には一刻の猶予も許されない状況であるとしたことを踏まえ、日本においても防衛費の増額が必要であるとの見解を示したんだ。この時岸大臣は、ロシアのウクライナ侵略を受けたドイツ政府の反応を紹介し、これまで軍縮方針だったドイツですら国防費を増額させるとの方針に変換したことに触れて、我が国も防衛費についての考え方を変えていかなければならないと語ったみたい。岸大臣といえば、安倍晋三元総理の実弟であり、安倍政権時代から菅政権、そして岸田政権においても防衛省としてのポジションを維持している防衛族のドンだよね。その岸大臣がここまで具体的な発言に至ったのは、やはり現在の首相である岸田文雄氏の同意も得られての発言であることが伺えるな。さらに岸大臣は、記者からの具体的な増額の要因について質問を受け、その回答として敵基地攻撃能力の保有を検討することや、ロシアによるウクライナ侵略に対しては国際社会が結束し、これに刺激された中国が台湾海峡において有事を引き起こさないことを視野に入れ、軍事的な抑止力を強化することが大切であると指摘したんだ。面白いのは、実兄である安倍晋三氏が、地元山口市内で行った講演において、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえて憲法第9条に自衛隊について明記することの必要性を訴え、日本に敵対しようとする相手国が、日本の意思を見誤ることがないようにするための大きな力だと強調したことだね。この時安倍元首相は紛争は相手国の能力や、国を守ろうとする覚悟などを見誤ると発生すると持論を主張し、ロシアは自国の軍隊の力を過信し、ウクライナ軍の実力と国民の意思を見誤ったために、あのような悲惨な戦争を引き起こしたと指摘したよ。さらに安倍元首相は憲法9条に自衛隊の存在を明記することだけでも、相手国に対する抑止力を強化することになるとして早期に憲法改正が必要であると重ねて主張したってわけ。このように、安倍兄弟の理念は全く一緒のように思えるんだけど、その理念を岸田首相も理解した上で、防衛大臣として岸氏の発言を容認したのかもしれないね。ここで、日本政府の防衛方針について、改めておさらいをしてみようよ。そうだね。そもそも日本政府は、防衛方針の基本となる国家安全保障戦略、防衛計画の対抗防衛対抗中期防衛力整備計画中期防について、近年の日本を取り巻く情勢の急激な変化を踏まえて、2022年中にこれらを改定することを予定しているよ。今回登場した国家安全保障戦略とは、国家安全保障に関する外交政策と防衛政策について基本方針を定めた文書であり、日本の国益を日本の平和と安全を維持し、その存立を全うすること。日本と国民のさらなる繁栄を実現し、我が国の平和と安全をより強固なものとすること、普遍的価値やルールに基づく国際秩序を維持擁護することと定義しているんだ。その上で、国家安全保障の目標として抑止力を強化し、我が国に脅威が及ぶことを防止する、日米同盟の強化、パートナーとの信頼協力関係の強化等により地域の安全保障環境を改善し、脅威発生を予防削減する、グローバルな安全保障環境を改善し、平和で安定し、繁栄する国際社会を構築すると掲げられているよ。まあ、言葉だけを見れば非常に大事なことばかりが明記されているわけだが、その通りに日本政府が今まで行動してきたかといえば、正直言って皆無と言ってもいいだろうな。時の政治家の判断により、経済重視の対応をしたり、とにかく誤って済ませておけと投げやりに対応したりと、真のある国防、というものがなされてこなかったように思えるぜ。そんな日本が、
敵基地攻撃能力の保持など、防衛費を増額してまでやろうとしていることは、一体どのようなことなのかな？その点について、日本政府の公式発表を見ながら検証してみようか。敵基地攻撃能力の保有について、日本政府が必死に検討していることは、すでに多くの軍事アナリストも承知しているし、国民の間でもその話題が注目を集めるようになったよね。ウクライナ情勢や中国の高圧的な威嚇行為などを踏まえて、日本政府の重い腰もようやく上がり始めたようで、敵基地攻撃能力の保有と戦闘機での敵基地攻撃について検討することと閣議決定するまでに至ったんだ。閣議決定は、その内閣の方針として決定されたという意味で、閣議決定されれば関係大臣が各省に持ち帰って具体的に検討し、方策を講じなければならない、そんな重要な決定が、ようやく令和の世の中になって行われたというのは、少々のんきすぎるかもしれないよね。でも、今回の閣議決定は多くの国民に有事が起こりうることを発起させる良いきっかけになったことは事実だよ。実際に沖縄や南西諸島に住む人たち、あるいは北海道に住んでいる人たちにとっては、現在の国際情勢で明日にも攻撃を受けるかもしれないと考える人はいるだろうし、他の地域に住む日本国民も、現在の政界情勢がそれほどリスキーな状況であることを理解してほしいと思うんだ。自分の国は自分で守るという、当たり前のことを実践することを躊躇しないでほしいよね。インターネットが生活の中で当たり前のアイテムになった今、多くの国民はほぼリアルタイムでウクライナも実情を把握することができるよ。市民がなすすべもなくロケットの攻撃を受けるなど、ウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を、リアルタイムに目撃している時代の証人になっているし、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情だよね。そもそも、明日の朝、北朝鮮が日本を攻撃すると言われて信じる人間が何人いるだろうな。攻撃されたとしてもアメリカと自衛隊がいるから、反撃してくれれば、北朝鮮が負けると言い切る人だって多いんじゃないか。でも、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証は、はっきり言ってないからな。あれだけ世界の警察官を自負してきたアメリカが、ウクライナに対して武器しか送ろうとしないところを見れば、日米安保条約があったとしてもアメリカがそこまで動いてくれるか、不安を感じざるを得ないぜ。日本が日米安保条約に油をかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないか。そういうリスクをしっかりと認識することを避けているのではないかとすら思えるよね。ウクライナが体現しているように自分の国は自分で守ること、そのために何が必要なのかを考え、具体的な備えを始めなくちゃならないと思うよ。そして、日本本土はいつでも火の海にされるリスクを常に持っているし、ロシアや中国だけでなく、北朝鮮の存在も忘れてはいけないんだ。2022年になって、ほぼ毎月ミサイル発射実験を行っている北朝鮮。その標的はもちろんアメリカであり、アメリカの同盟国である日本であることは間違いないからね。これらの事情を踏まえると、日本政府内で議論されている敵基地攻撃能力を一番に行使する可能性が高いのは、北朝鮮だよな。そうだよね。2022年になってから、超音速ミサイル、弾道ミサイルなどの発射実験を繰り返し、すでに正式採用されたミサイル群は日本をターゲットに配備されていることは間違いないわけで、日本としては撃たれる前に攻撃して、その能力を奪っておきたいところだよ。実際、北朝鮮のこの行動は、日本のミサイル防衛は機能するのか、日本の防衛システムに対する根源的な命題を突きつけたとも言えるわけで、北朝鮮の行動がエスカレートするたびに、日本では敵基地攻撃能力についての議論がさらに激化する。それを北朝鮮が狙っているのかはわからないけど、日本が敵基地攻撃能力を行使するとすれば、北朝鮮しかありえないと思うよ。もちろん、中国やロシアに対しても同様の能力を発揮せざるを得ない事態が起こるリスクは、これからさらに高まることと思うけど。中国だって放置しておくには危険な国だもんね。ああ、仮に中国が台湾や日本に軍事侵攻を行う際には、プーチン大統領が行ったように、アメリカに対して核攻撃をすると脅しをかけることが想定され、バイデン大統領に軍事介入を躊躇させることになるだろうな。アメリカが守ってくれない状況、当然日本は、アメリカを頼らずに自衛隊単独で国土を防衛できるほどの戦力を保有しなければならないわけだし、これらの状況も踏まえると、防衛予算の増額はやむを得ないと考えなくてはならないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。今日の雑学なんだけど、簡単に解説するよ。お、今日は短縮バージョンか。そうそう。今日の雑学なんだけど、有名な画家ピカソについてだよ。画家になりたかったぜ。みんなはピカソの本名は知ってるかな？聞いたことないな。確かに聞いたことないね。ピカソの本名は、
パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン、ネポム・セイノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンキシマ・トリニダード、ルエス・エ・ピカソなんだ。タイのバンコクの正式名称並みに長いじゃん。そうなんだ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。